グレート・ノーザン鉄道。グレート・ノーザン鉄道はかつて、アメリカ合衆国にあった一級鉄道である。ミネソタ州セントポールとワシントン州シアトルとを結ぶ、本線など、アメリカ北部を中心に1700マイル、2736キロメートル以上の路線を伸ばしていた。ジェームズ・ジェローム・ヒル、ジェームズ・ J ・ヒルにより、最北の大陸横断鉄道として建設が行われ、 1893年に全通した、同年の強行、パニックオブ1893で倒産しなかった数、少ない鉄道である。日本優先とも提携し、シアトルから横浜、香港へ定期航路を就航したこともある。後に独占禁止法の影響で撤退。シアトルは、同社とグレート、ノーザン鉄道の連絡地点としての役割を務めた、ことら、シアトルは、 グレート、ノーザン鉄道を父とし、日本郵船を母として、発展を遂げたと言われている。1970年代の私鉄業界の再編に、伴い、シカゴ・バーリントンクイーン C 鉄道 CB&Q、ノーザンパシフィック鉄道 NP、スポケーン・ポートランドシアトル鉄道 SP&S と合併し、バーリントン・ノーザン鉄道 BN となったが、その後さらにアッチソン・トピカ&、 サンタフェ鉄道、アツフトが合併して、現在の BNSF 鉄道となり、大陸横断の貨物輸送事業などを担う、鉄道会社として経営が続けられている。同社の代表列車、エンパイアビルダーに用いられた、焦げ茶色とオレンジの塗色は、湘南電車の塗り分けの原型とも言われる。グレート、ノーザン鉄道、以下 GN の期限は1856年3月に、特許された。 ミネアポリスセントクラウド鉄道、ミネアポリスショートトーン、クラウドレロード、以下 m s t c と、翌年5月に特許された、ミネソタパシフィック鉄道、ミネソタパシフィックレールロード、以下 M&P である。当初は、大陸横断鉄道とする構想はなく、ミネソタ州内での輸送を主眼としていた。主として、後者の路線が拡張された後、全社の名義が、グレート、 ノーザン鉄道と変更され、校舎をリースする形を取り、後に合併して二十世紀を迎えた。ミネソタパシフィック鉄道、M&P が計画された当時、沿線は未開発の原野であった。ミネソタは未だ準州であり、人口はセントポールとミネアポリス付近に集中していた。M&P は設立は、後に世界の穀物倉庫となる。 ミネソタ地域の開拓鉄道的な意義が込められていた。特許されたルートは、スティルウォーターから西に向かい、セントポール、セントアンソニーを通って、レッドカハンのブレッケンリッチに至る本線と、途中セントアンソニーから北上して、クローウィングに至る支線の2ルートであった。社長には、エドワード・ライス、エドワード・ライスが就任した。M&P の建設資金の調達は、 連邦から州が鉄道用地と周辺の土地増与を受け、それを M&P に増与し、M&P はその土地を担保に資金調達するシステムであった。これは沿線に人口がないために利用者を当て込んでの資金調達が不可能な場合に取られたシステムである。それでも資金難から工事は難航し、1860年には州政府が抵当権を行使して M&P を接収。 1862年3月には M&P を解散してしまった。しかし、同年同月、M、M&P の債務以外の一切を引き継いだ、セントポールパシフィック鉄道 ST、STP&P が設立され、工事が再開される。1862年6月28日には、セントポールからセントアンソニーまでが開通。社長のライスは、資金調達と建設促進のために、 EBE リッチフィールドに接触。特別株と引き換えに、支線の内線とアンソニーから、渡部間の80マイルの建設と設備調達の保証を得た。しかし、EBE リッチフィールドは、自らが建設した区間の支配を要求し、1864年2月に、支線部分を、ファーストディビジョンという別会社とした。一方、本線は、 E.D. リッチフィールドの資金調達により1867年に建設を開始し、1869年末にはミネアポリスからブレッケンリッチまでのほぼ中間地点であるウィルマーまでの104マイル、約 67km が開業、1871年末にはブレッケンリッチに到達した。1867年にカナダが独立を果たした。 当時のカナダ西部はアメリカ西部と結びついており、カナダの東西を結びつける必要があるかどうかは議論の分かれるところであった。前者のままで良いならば、カナダを横断する鉄道は必要なく必要に応じてアメリカの鉄道網を利用すれば良い。後者を推進するならばカナダは自前で横断鉄道を建設する必要があるが、土地の起伏や気象条件などから困難が予想された。 ジェームズ・ウィックス・テイラーはカナダの鉄道網にファースト・ディビジョンを組み込むことを提言した。これを国際鉄道構想インターナショナル・レイルウェイという。アメリカ側ではワシントン・巡州知事であったアイザック・スティーブンスが北部の大陸横断ルートであるノーザン・パシフィック鉄道 NP の特許を1864年7月2日に得た。NP の一部には ファーストディビジョンを組み込む構想もあったが、資金調達に難航し、寄港したのは1 8 7十年2月であった。同年7月には,は、NP は、STP&P の株式の3分の2を取得して、同年末には、ファーストディビジョンが、NP の子会社となる。複雑な金融資本のしがらみから、NP ST、STP&P、ファーストディビジョンの3鉄道は合併はしていない。 なお、NP が太平洋岸までの建設を終了したのは1883年である。前述のように、資金難にもかかわらずにファーストディビジョンが鉄道建設を進めた結果、その資金となる、車載販売を受け負っていたゼクック商会が破産した。クックは他にも、経営難の鉄道を抱えており、双方に資材を投入しすぎたのである。 この破産をきっかけにして1873年、強行、パニックオブ1873が起こる。多数の鉄道が倒産し、STP&P も倒産した。NP は過労じて倒産を免れた。STP&P は、前述の通り強いしがらみの中にあり、将来的な展望が開けない状況にあったが、この倒産劇は、ファーストディビジョンを利用する荷主であった、ジェームズ・ヒルにとっては、 絶好の回であった。3年間、ヒルは STP&P を徹底的に調べると、STP&P は初期投資さえすれば利益を生み出せる鉄道であるとの結論に達した。ヒルはノーマン・キッドソン、ドナルド・スミス、ジョージ・スティーブン、ラと組んだ。彼らは STP&P を購入し、取締役に収まっただけではなく、線路通行権を NP に安価で提供し、 相当な距離の路線の延長も果たした。1879年5月、ヒルラ4人は、STP&P を生産、改装し、セントポール・ミネアポリスマニトバ鉄道、ショートトン・ポール・ミネアポリスマニトバレイルウェイ、略称、STPM&M、通称マニトバ鉄道を設立した。ヒルは、最初の目標を、鉄道の延伸と改良に定めた。 1882年、ヒルはマニトバ鉄道の社長に就任した。当初より、ミネソタ州の鉄道は、州内で完結することを前提にしていたが、マニトバ鉄道が設立されてから、路線や設備は拡張されて5州と5大ことを結ぶ大鉄道となっており、鉄道の名称と実態が乖離していた。そこで、ヒルは1880年に買収していた。 ミネアポリスセントクラウド鉄道 M&STC の社名を1889年にグレート・ノーザン鉄道 GN と変更した。この小さな鉄道が巨大な鉄道システムとなっていたマニトバ鉄道をリースする形をとり、あたかも持ち株会社と運営会社のような関係となった。当時、アメリカにおいてもイギリスのグレート・ノーザン鉄道の名称は知られており、 また、マニトバ鉄道も、その名称が十分に浸透していた。それを、あえて解消したのは、ヒルの独断であった。1890年8月、パシフィックエクステンションの工事を開始する。西海岸の各都市はすでにそれぞれの経済圏を作り上げており、各都市を結ぶ鉄道は、新たな大陸横断鉄道との接続を望んでいた。それらの鉄道が、アップ。 NP といった他の大陸横断鉄道とどのように連携しているかも見極める必要があった。そのため、ヒルは終点をシアトルと定めていたが、その計画は明かさなかった。1893年1月7日に開業しても、まだ明かさず、公式にシアトルが終点であると表明したのは1900年であった。ターミナル駅の完成は1906年であった。シアトルは、 1889年2州に昇格したワシントン州の主要都市の一つでありながら鉄道との接続がなかった。なお、オレゴン州ポートランドにはアップと NP が乗り入れていた。シアトルに到達したら必要なのは北上して CPR と接続するルートと南下してポートランドに向かうルートである。昼は、 北上する160マイルのルートをニューウェストメンスターサザン鉄道を買収して建設し、1891年にはすべての準備を終わっていた。南下するルートはアップと共同で建設することとした。アップの系列下のオレゴンショートライン、ユタノーザン鉄道と GN が共同でピュージェットサウンドポートランド鉄道を買収して建設させた。その間、 1893年にはアップが倒産するなどして、それが GN とアップの関係を深めることとなった。1893年1月7日、大陸横断鉄道としてセントポールとシアトルの間で貨物営業を開始した。ヒルはこれをもって路線建設の終了を宣言した。しかし、開通しても特に輸送品がなく、そのような状況の中でアップや NP との対抗上、運賃をも低く抑えた。アップ、NP は、さらにそれに対抗していく。走行するうちに悪循環に陥り、1893年強行により、アップと NP が破産した。それでもなお、ダンピング競争は続き、1890年当時の約4分の1にまで値下がりした1894年末に、 なって、ようやく三者運賃協定が成立した。NP の破産後は、650万ドルの社債を保有するドイツ人投資家グループの主導で再建が進められた。その中で指摘されたのが、NP の経営のつたなさであった。1895年には、NP の再建管理側3名と、GN からヒル、スティーブンら3名とでロンドン協約、ロンドンアグリーメントを締結し、 1900年、GN は NP の経営を握ることになった。1931年、GN はカリフォルニア州へのルートを開設した。これはオレゴン州とカリフォルニア州とを結ぶサザンパシフィック鉄道 SP との競合関係となるもので SP のルートよりもさらに東側に付設された。起点はコロンビア側である。このルートはビーバーで、 ウエスタンパシフィック鉄道 WP に接続し、さらに WP はストックトンでアッチソントピカーンドサンタフェ鉄道アツフに接続した。太平洋岸北西部とカリフォルニア州間の輸送において GNWP アツフの3社が SP に対して共闘する形となった。1970年代の私鉄業界の再編に伴い、 シカゴ・バーリントンクイーンシー鉄道、CB&Q、ノーザンパシフィック鉄道、NP、スポケーン・ポートランドシアトル鉄道、SPS と合併し、バーリントンノーザン鉄道となった。その後さらにアッチソン・トピカ&、サンタフェ鉄道、アツフと合併して、現在の BNSF 鉄道となって、現在に至っている。g n は、競合するノーザンパシフィック鉄道、 NP のさらに北に付設された。当時、すでに NP は、多数の橋梁、急勾配、トンネル等を駆使して、太平洋岸北西部に到達していた。ヒルは自らルートの大部分の選定に当たり、馬に乗って提案されたルートを踏破した。GN のルートの鍵となったのは、それまで地図に、記載のなかった、マリアス峠、強行。 1588メートルをルートに組み込んだことであった。マリアス峠は GN の主任儀士であるジョン・フランク・スティーブンスが1889年12月に発見したものである。セントポールからロッキー山脈越えて太平洋岸に至るルートとしてはポートランドとを結ぶ NP よりも距離が短く、サミットの標高は低く、カーブは緩く、勾配はなだらかであった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。